はい、どうもなぎです。それではアンジェさん、ねるみのさん、本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。というわけで今回の企画はフォンテーヌ配布キャラ限定の鬼畜縛りで最強のネームドモンスターイゾルトに挑戦、こちらをやっていきましょう。配布キャラ限定。はい、フォンテーヌの配布キャラ限定です。これ勝てるんですか？武器に縛りありますか？武器に縛りはありません。生物にも縛りはありません。ほほほほほほほ。珍しく武器生物は自由です。まあ、せっかくねバージョン 4.2 でクレミネが配布決定ということで、まあ、それ記念ということでクレミネ、リネット、そして我らが水主人公の3人でやっていきましょう。クレミネの強いとこ見しちゃるわ。今回の主力なんでね、ちょっとお願いしますよ。結構大事だよね。私、いやマジで大事っす。一メイン火力になるよな。頑張るわ。はい、では行きましょう。はい、行きましょう。よし、じゃあイゾルト討伐行きましょう。クレミネ行きます。参ります。行くぜ。行くぜ。撃てー、水鉄砲。撃てちょちょちょ、やばすぎ。あ、死んだ。おい、早すぎ早すぎ。出落ちすぎちょっと早いんだけど、ちょっと待ってくれよ。え、これ死んだら終わり？これはまあまあ一応全滅しない限りは大丈夫なんだけど、まあ、早々にネルメルさんが死んだにつき、ちょっと一回やり直すか。いや、ちょっと凍結してそれ殴ったら急に動き出して回避のタイミング崩れたんだよね。言い訳すると氷砕きするから。よし、気を取り直して。Let's go! 撃て水主人公撃て。いや、怖い。いや、こいつは銃撃で浮かせてれば大丈夫だから。なるほどね。お手玉して。わー、カンパ到来。いいよいいよ。あ、結構削れるね。あ、来るよ。危ない。あれ、意外といける？来るよ。危ない。ネルメさんが死ぬ。ちょ、あ、これ私狙ってますな。あ、やばい。あー、アンジェさん。うっそ。あ、待って、ちょっと凍結コンボ強すぎ。これ強すぎだって。雨が逆にきつくなってるな。一旦撤退しましょう。はいはい。凍結コンボ最強かあいつ。あれタゲとかあるんや、誰かが狙われてるみたいな。普通に突っ込んでくるタイミング回避で大丈夫？うん、三段攻撃ぐらいのやつしてくるから。いや、ちょっとチキンだから、元素爆発で回避しよう。あおー、やば。回復、水主人公で回復。スイー、痛い。あー、ワンパンされた。水の玉取りに行ったら殺された。こいつマジでね、火力高すぎるんだよな。そう、高いんだよね、こいつ。ちょ、頑張れ。え、そのぐるぐるがやばい、マジ。あー、死んだ。マジかよ。マジか。ネルメさん頑張れ、いけるぞ。え、これ一人でも生き残ってたら大丈夫？うん、一人生き残ってたら大丈夫。一人生き残ってたら大丈夫だけど、全滅したら終わりやね。了解した。回復アイテムあり？足に決まってんだろ、お前のこと言ってんじゃねえ。よし、参ります。気を取り直して、うい、撃て。浮かせないと無理だな、これ。オッケー、浮いてる。今がチャンス。銃撃45万。落下ダメージか。いけ、銃撃浮かせて。はめ殺せ。ナイス。はめてる。あ、ちょっとそっち行きすぎると、こいつ復活する。戻して。オッケー。ナイス、いいよ。お、なんか、落下ダメージ入った。いいね。でけえ落下ダメージ。来るよ。逃げて。避けた。いや、いいね。相当開始。カンパ到来。ペルス。セリフボイス。腕。それ。オッケー、はめ殺ししてる。いや、いいね。来るよ。いって。おぉ、あれ、あのためがやばいんだな、普通に。水の玉取って。くらえ、ゲット爆発。あ、どっか行った。痛い。弱すぎる。末路入ってよ、末路。ナイス末路。爆発で避けます。とりあえず元素爆発で回避したぞ。いいね。いけるよ。ラスト。いやー、ナイス。いいね。最後、落下ダメージで42万また入ってたよ。でかいわ。いや、でかいっすね。おぼれーな、これ。よし、じゃあ、イトルト倒すので、次は、ビビアン行きますか。ビビアン行っちゃった水主人公を戦える？あの、元素スキルと元素爆発はおまけなんで。物理型。それもう水じゃなくていいやん。今回ちゃんと物理型で、ね、主人公使わせていただいてるので、水主人公である意味よね。あ、せっかくだしニニアン行くか。そっち行くの。ニニアンの方が多分むずいから。さっきあのイゾルトが思っている余裕だったから、武器星4以下の縛りにしましょう。星5武器禁止ね。まあ黒剣も使う。黒剣かな。まあそうなるよね。まあ回復もできるからね。大事。そう
や、それはもうチリュー無難やろ。あーもうチリュー、あーもう無難、当たっちゃダメだよ、当たっちゃダメだよ攻撃勝利先生いないからね、プレッシャーかけてるやんけよし、じゃあニニア行きますか。はい、参ります。レッツゴー、レッツゴー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 、出てーでかすぎ、ちょっと待って、いったぐるぐるくるよ、ぐるぐるくるよ、あのね範囲攻撃がマジで厄介だから気をつけて、ビターンね、ビターンくるよ、ぐる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 、私狙うの、ういあーちょアンジュさーん、あれ爆発回避でいけるかなと思ったらさ意外と短かったねカットインが入らないからね、出ましたあれこれ頑張ってもらう、こっからソロ討伐か、何時間かかるだろうな一旦撤退しますか、水主人公だけの火力じゃどうしようもねえや。ちなみにニニオンは結構逃げるのにスタミナ使うから片手剣組は銃撃使わない方がいいかもしれない。あ結構逃げ惑うことになる、そうあのぐるぐるがねしつこいから、ほな参りましょう、うい、リベンジマッチ、叩きつけくるよ、ちょっとこっちか危ねえ、叩きつけめちゃくちゃ範囲広いからぐるぐる気をつけて、くるよぐるぐる、35000、ちょーちょ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 、確かにこれスタミナ残さないとやばいな叩きつけビンタぐるぐるのループがベースになってるから、こいつはたまにレギュラーな動きするけど、うん、叩きつけはあれね、3方向に衝撃波もあるんだね、そう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 、叩きつけは裏に回る感じで、うわ危ねえ、ゲームバカっす、ナイスナイス、こういう時ぐらいにしか役に立たないんだから叩きつけくるよ、ちょっと待った、ごめん、ぐる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 、叩きつけだった、ごめんなさい爆発回避が光る、見た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 、もう一回、あー出るぞやばい、貴重な火力源が、一番の火力源がいなくなっちゃったここでめげない、その姿勢慣れてるな君ら、グルグルが来なければまだまだいける、まだまだいける、あと一人にならなければ大丈夫、回復地味にでかいな、やっぱ黒剣で回復できるのもでかいしね、あー回復できるのもでかいしね、あ今ラグで殺されたんだけど今のは無理だ、いやちょっと待って、うわいやいけるいける、これはいけるよ、だいぶパターン慣れてきたわ、攻撃パターンに慣れてくるっていうのと、あとシンプルにやっぱネルメノさんは回復がないからね、そこだけちょっとむずいね、なんか回復ついてる両手剣ねえかな、ねえわナイス、参ります、シールド付きの両手剣あるよそれしてるより多分チルで殴った方がよくそれはそう、彼の剣って言うんですけど、フレミネのモチーフだよ、フレミネのモチーフ、ぐる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 狙われてる、誰かビンタ、ビンタ来る、もう2発目、あ危ない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 、ビンタは2発来るからね、ぐるぐる、あやばい、まずい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 、やばい、それやばい、やばい、それやばい、ナイス回避、ナイス、ちょっと逃げよう、これは逃げる、危ない、メルマさん狙われてる、任せろね、ぐるぐるそっち行きますな、あスタミナがね、叩きつけ、危ない死ぬおいこっち来んなこっち来んなバカ危ない怖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 い、順調に削れては来てるよ、ぐる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 、逃げて逃げて逃げて、あぶねえ、私だ、ああメルメロさん葬られた、回復ないの辛いよな、じゃあこのままクリアしちゃうかあと HK こいついくつあるんだ、痛い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 、ごめんなさい調子乗りましたちょっと待ってよ待ってマックスからワンパンは効いてないなんかただヒットするよねどっかぐるぐるの最終段が痛すぎる、一回撤退しましょう、はい、オッケー、まあ、おそらく次がラストの挑戦になるでしょう、なるほどいや責任がのしかかる無理せずに攻撃と攻撃の合間で確実にダメージ与えていこう、うん、行きます、一旦距離離れてね、攻撃モーション入ったら一旦距離離れて叩きつけで、ここで殴って一回距離取る、え緊張するマジいけるよ、ぐる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 、大丈夫です任せてください、おーナイス逃げ素晴らしい、おいおいおい、いけるいける、ナイスか、ういあーやばい、あーこれは流れ弾食らったやつだな、あと一発でレベル3が死んじゃうまずいぜオーブロー、ナイス逃げ、ね、遠距離からペンギン投げるマシンになっていい、いいよいいよ、でも叩きつけ気をつけてね、叩きつけ、ほらペンギンいけペンギンでもダメージ出てるよな面白叩きつけ危ないナイス回避それよく避けたそれよく避けた、いやこれ私のリプレイひどいぞ遠くからペンギン投げてるだけだもんシューターがいるシューターがおいペンギンおいペンギンやばいやばいやばい、これラストチャンスだからもうこのまま行くしかない誰
応援隊がいるわ。安定感すごいね、片手剣勢。まあ、俺結構縛り企画で戦ってるからね。慣れてるんだね。そうそうそう。でもいいペースで削れてる。けどちょっとこっちに誘導したいな。誰だ散歩してるやつ。さあ、じわじわと HP 削れております。じわじわとね、結構削れてる削れてる。いや、じわじわね、じわじわ削れてるよ。これ近くにいたらぐるぐるしてこないの。確かにぐるぐるしてこないのめっちゃ楽だな。いいねいいね、負けないで。ちょっと作権的に多分流せない。ちょっとチャットがうるせえぞ。まあ、あと2ミリ、あと2ミリ、2ミリは嘘、あと1割ぐらい。あとちょっと、いけるいける。頑張れ。殴れ、あちょっと。2ミリ、2ミリ、2ミリ。あと2ミリ、あと2ミリ。終わりだ、チュイイェーイ。やばい。今回、俺も結構被弾してたけど、やっぱなんだかんだ回復で HE 満タンまで持っていけるのがね、我々二人が安定してた理由の一つでもあるから。やっぱ金の剣だったか。シールドだったか。うん、シールド欲しかったわ。はい、ということで、今回はコンテナで誰でも手に入る配布キャラ3人で、2種類のネームロボスと戦ってきました。まあ、今回はね、はい、ネルメロさん縛り企画初めてだったということで、なかなかね、ちょっと難しかったと思いますが。まあ、でもフレミでの強さ伝わったんじゃない？うん。パワーあるからね、この子。星4キャラとは思えないね、ポテンシャル持ってるから。まあ、ぜひ配布で手に入った人は試しに使ってみてください。それでは今回遊びに来ていただいたネルメロさんとアンジェさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。